マナタマックルです。今回は貧乏人はいつも忙しいのに金持ちは暇である理由を解説していきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、残酷な事実ですが、貧乏な人は忙しい人ばかりです。付き合い残業があったり、ただ残業があったり、雑務に追われて予定がパンパンだったり、あなたはそうなっていませんか？もしそうなっているのなら早急に改善が必要です。私自身もサラリーマンを卒業して、今は基本暇です。決められた予定もほとんどありません。月に数件あるかないかぐらいです。ただ私自身もサラリーマン時代は忙しい貧乏な時期が長かったです。サラリーマンをやりながら少しずつ暇になるようにしてきました。動画をクリックしてくれたあなたが忙しさから抜け出し、貧乏からお金持ちになるためにその方法をお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。貧乏人が忙しい理由、お金持ちが暇な理由、暇だと稼げるようになる理由、貧乏人がやるべきこと、この4つでやっていきます。一つ目の貧乏人が忙しい理由ですが、貧乏人が忙しい理由はとても単純で、無駄な仕事をしているからです。この仕事ってやる意味あんの？そう思ったことがある人結構多いと思います。その時、あなたはどうしましたか？いや、この仕事非効率なのでやらない方がいいですよ。と言えましたか？それとも、まあ上司から言われたことだし、とりあえず従っておくか。と、その場しのぎでやっちゃってませんか？大半の人が後者だと思います。何を隠そう、私自身もサラリーマン時代は後者の方が圧倒的に多かったです。この無駄な仕事を断ることができない。これが貧乏人が忙しい一番の理由なんです。じゃあなぜこの無駄な仕事を断ることができないのか。理由は大きく3つあって、1つ目は無駄な仕事、非効率な仕事かどうかの判断をすることができないからです。これは入社してから時間があまり経っていない人に多いはずです。この解決方法は単純で、まずしっかり仕事を学ぶのが第一歩。次にしっかり結果を出すこと。そうすると自分で仕事の良し悪しが分かるようになります。結果も出しているので、物申した時の周りの反応も変わります。まずは仕事を覚え、しっかり結果を出さないことには、聞く耳を持ってもらえない。これぐらいのスタンスでちょうどいいです。二つ目は、雇われの身のサラリーマンである働き方が染みついてしまっていることです。ちょっと厳しいかもしれませんが、一言で言うと思考停止しちゃっている人です。一つ目の理由は判断することができないでしたが、これは判断を自らしようとしないという上から言われた仕事をやっとけという状態です。社会人になって人それぞれ入る会社は違いますが、日本のサラリーマン文化としてこの思考停止状態の人はかなり多いです。入社したばかりの時はそうじゃなかったとしても、周りの環境に徐々に影響されていきます。そんなことしないで言われたことだけやっておけばいいんだよ。上司に盾ついてもいいことなんて何にもないから。こんな言葉を聞かされて悪い影響を受け続けてしまうんです。とても危険です。で、この解決方法も実は簡単で、社外の人との交流を定期的に持つことです。何かのコミュニティに属したり、趣味を通じて新しい人と会うこと、いろいろな働き方、考え方があって刺激になります。今の時代はどこでも簡単にお手軽にできるので、ぜひ自分と近くない人との接点を持っていきましょう。三つ目の断れない理由は、上司の顔色伺いです。これが一番大きいですね。仕事を依頼してくるのは大半のケースが上司ですよね。そしてあなたの人事評価をするのもその上司です。そりゃ物申しづらいですよね。ただのわがままに聞こえたら評価が悪くなります。無駄な仕事だから断るという正しい理由があったとしても、上司も人ですからマイナスに受け止められてしまう可能性もあります。私も銀行員時代はこのしがらみに苦しんでいる人たちをたくさん見てきました。もちろん上司と部下の関係なので、ある程度の主従関係があるのは当たり前です。そうじゃないと組織が機能しなくなってしまうので。ただ、話を聞いてもらえる余地があるのか、話を聞いてもらえる懐が上司にあるのか、話を聞いてもらえる仕組みが組織にちゃんとあるのか、ここは重要なポイントです。もしそれが全くないというのなら、部署を変えたり会社そのものを変える。これも大事な選択肢の一つです。断れない一つ目、無駄な仕事の判断がまだできない。二つ目、無駄かどうかの判断をそもそもしていない。三つ目、上司の顔色を伺ってしまう。この三つを意識して無駄な仕事を排除していきましょう。次、お金持ちが暇な理由ですが、いやいや、お金があるから暇なんでしょ？そう思いたくなるかもしれませんが、そうではないんです。お金持ちは貧乏人の逆です。仕事を選んでいます。
無駄な仕事を徹底的に排除しています。しっかり断ります。いつも減らせるもの、なくせるものがないかを考えているんです。貧乏人は仕事をします。お金持ちはビジネスをします。お金持ちはこのビジネスの仕組みにお金を稼いでもらってるんです。会社のオーナーや投資家なんかはまさにその類です。なので会社の社長は暇なくらいでちょうどいいんです。まあ仕事が好きすぎて働きまくっているという社長さんも結構多いので一概には言えないんですけど、あとはお金自身に働いてもらっています。資産運用、投資の世界です。これがよく出てくる4つの稼ぎ方のカテゴリーですけれども、投資家はここですね。お金持ちの人は必ずこの投資家のカテゴリーでお金を稼いでいます。運用利回りが 5% だとすると100万円じゃたったの5万円ですが、資産が1億円あれば毎年500万円です。資産が10億円あれば毎年5000万円です。お金持ちはこういう世界にいるんです。だから別に働かなくていいんです。なので基本お金持ちは暇です。そしてこれからも世界経済は成長していくので、その世界経済に大きく投資をしているお金持ちは、どん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 お金持ちになって、またさらに暇になっていきます。これが資本主義の現実なんです。次に暇だと稼げるようになる理由ですが、ここはものすごく単純ですが、暇なのでたくさん時間があります。時間があるので心にも余裕ができます。そんなストレスフリーな状態なので、新しいことを勉強する余裕があります。新しい発想も生まれます。新しい事業にチャレンジすることもできます。新しいチャンスを拾うこともできます。これやってみない?なんてチャンスが巡ってきた時も、暇なんでやります。明日からできます。こんな感じでチャンスをつかむことができるんです。つまり次の挑戦をし続けるための選択肢を常に持っているんですね。そういう状態なので新たな挑戦をしていくと、またさらにお金を手に入れて、ますますお金持ちになり、ますます暇になって、また新しいチャレンジをして、また稼いでいく、この繰り返しなんです。なので暇なら稼げるんです。最後、貧乏人がやるべきことですが、貧乏な人が今すぐやるべきこと。ちなみにいきなり稼げるようになるなんてそんなうまい話はありません。まずは暇になるところからスタートです。時間を少しでも捻出できることを全部やります。飲み会に行かない、断って帰りましょう。1回で3時間と会費の5000円が確保できます。月に2回あるとしたら、年間で72時間と12万円が他に充てられるわけです。かなり大きいですよね。特に会社の飲み会は現金です。歓送迎会だったり、忘年会だったり、新年会だったり、会社の飲み会には行くなというのは過去の動画で詳細を解説しているので概要欄にリンクを貼っておきますので、興味ある人は覗いてみてください。残業もしないでください。定時で帰り続ければ定時で帰るキャラになれます。通勤も無駄な時間です。時間だけではなく、満員電車はとてつもないストレスです。完全テレワークを交渉するか、オフィスの近くに引っ越してください。いや、都心は家賃が高くて引っ越しは無理でしょう。そんなことないです。ボロアパートなら都心でも安い家賃で住めます。無駄なランチ休憩も排除してください。お昼の決まった時間に休憩なんてしなくていいんです。わざわざ混んでる時間に休憩しないでください。あとは自分の仕事の無駄を見つけて効率化していきましょう。他の人に任せたりアウトソースすることも重要です。そして無駄な仕事は勇気を出して断ってください。ただいきなり全部をやるのは難しいはずなので、できるものからやっていきます。そしてその捻出した時間で自己投資や金融投資や副業、今よりも稼げるようになるために時間を使っていってください。少しずつ暇を確保すれば、お金持ちの世界に近づいていくことができます。暇な時間を1分でも多く増やしていきましょう。大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。貧乏人はいつも忙しいのに金持ちは暇である理由を解説していきました。貧乏人が忙しい理由は自分の仕事を選んでいないからです。予定がパンパンな状態、いつも何かに追われている状態は危険です。無駄な仕事は削っていきましょう。断れない原因を取り払うことが大切です。断られない理由は主に3つあって、1つ目は無駄な仕事の判断がまだできないこと、2つ目は無駄かどうかの判断をそもそもしていないということ、3つ目は上司の顔色を伺ってしまっているということ。特にこの3つは意識して断れるようになってください。お金持ちは逆に暇なんです。仕事を選んでいるからです。そしてビジネスの仕組みにお金を稼いでもらってます。そしてお金そのものにも働いてもらってます。そうするとますます暇になります。新しいインプットもできます。新しいチャレンジもできます。新しいチャンスも拾うことができます。その結果さらに稼げるようになるんです。
この無限ループなんです。なので貧乏な人が今すぐやるべきことは、少しでも暇になること。この一点のみです。無駄な仕事を排除して、飲み会も残業も通勤もランチもこういう時間をどんどん削っていきましょう。こういったものを極力排除して、1秒でも多く暇な時間を確保して、その時間を自己投資、金融投資、副業に回していく。今よりも稼げるようになるために時間を使っていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントしてもらえると嬉しいです。もしまだチャンネル登録をしていない方がいれば、自分らしい人生を送るために必要なお金について、役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録して無料で学んでいってください。では、次回の動画でさらにお金と時間から重要な世界に近づいていきましょう。